今日はあの真顔がテーマだったんですけど、すごいあの手の振りだったり顔の向きだったりいろいろ自分でも研究できて楽しかったです。得意だったら真顔の方が得意です。何も考えてない。何も考えてないです。ちょっと2回目なんですけど、すごい周りのスタッフさんとかいろんな方がとても優しくしてくださって、あの落ち着いた雰囲気でリラックスして撮影できたのでとても楽しかったです。真顔っていうのはすごいクールなイメージがあると思うんですけど、クールなイメージだけじゃなくて、あの透明感だったりその人の素顔だったりいろんな面が見れると思うので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。